こんにちは。エランです。先日購入したアクションカムが届いたので、車載動画を撮りに行きました。で、車内に突っ張り棒を立ててアクションカムのマウントを固定して撮影をしていたのですが、動画の内容を確認するまでもなく、この突っ張り棒からバネのカシャカシャ音がして、撮影になりませんでした。突っ張り棒を買ってもよかったのですが、ここは自作することに。用意するものは、こんな感じの、木の丸棒と、ポリアジャスターという部品、あと、木ネジ、これだけです。丸棒に被せるゴムキャップもあると、痛み防止になっていいかもしれません。いずれもホームセンターなどで入手可能です。まず、室内の高さを測ります。今使ってるこの道具は、ボッシュのレーザー距離計、というもので、その名の通り、この機械から対象までの距離を測ってくれるものです。今回は天井までの高さを計測しました。丸棒の先にポリアジャスターを取り付けるので、室内の高さから、ポリアジャスターの分を引いた長さを切り出します。なのでポリアジャスターの長さを測ります。室内の高さからポリアジャスター分を引いた長さで丸棒に印をつけます。少しマージンを持って目印すると、失敗防止になると思います。あまり短くすると、アジャスターで突っ張っても、十分に抑えが効かなくなる可能性もありますから慎重に。長ければ切り直せば良いですね。こういう具合に、丸棒の先にポリアジャスターがつきます。切った丸棒にポリアジャスターを取り付けます。ちなみに、ネジは付属されていませんので、ネジ穴の径を見て木ネジを用意しておきましょう。ポリアジャスターのネジ穴のサイズは割と小さいので小さいけど長めのネジがいいと思います。今から使おうしているネジ穴の径はバッチリですが少し短いので後で長いものに交換しました。ネジ穴をガイド代わりにネジ穴を開ける位置をマーキングします。アジャスターの受け側の金具を丸棒に取り付けます。ネジはやや丸棒の内側に向かって、締まっていくように、ネジを締め込んでいきます。失敗すると、外側にネジが飛び出してしまい、固定できなくなります。突っ張る部分のパーツを取り付けて完成です。これで、ネジを締めれば緩み、ネジを緩めれば突っ張ってくれる、自作の突っ張り棒ができました。注意点としては、
突っ張る部分の伸びしろが短いので、丸棒の長さを測って切る際は、しっかりと長さを合わせないと、突っ張らせてもブカブカだったり、長すぎてどうにもならなかったりします。靴下突っ張り棒がうまく室内に装着できるか試してみます。真っ暗でほとんど見えてなくてわかりませんが、突っ張り棒として、うまく機能しました。アジャスト部分をくるくる回し天井に押し付けるようにして、突っ張り棒が動かないように、しっかり固定します。自作突っ張り棒にカメラマウントを取り付けてカメラをセットしてみました。悪くない出来だと思いますが、どうでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。これ、ハリアーで使ってた、ドアポケットにはまるゴミ箱なんですが、捨てるのももったいなくて手元に取ってあるんですけど、欲しいって方いませんかね ?60 ハリアー乗りで。欲しいという方は、Twitter でフォローしてもらって DM ください。一つしかないので二人以上の場合は、抽選にします。抽選が終わったらフォローは解除してもらって大丈夫です。